はい、皆さんこんにちは、村長です。今回は前回に引き続きボーカルのトラックのメイキングということで、前回はヘッドホンの音漏れの修正ということでゲートを使って編集しました。そこまでのところを聞いてみてください。村長ミュージックスタジオ。この道をあなたは覚えていますか。若干まだ残っていますけれども、ここからスタートしたいと思います。今日は長丁場ですので気楽にやっていきたいと思います。まずトラックにメロダインをかけます。はい、このような分析になりました。それでは早速やっていきたいと思います。こういう時はオケも少し入れてオケの音源を落とし気味にしておきます。誰もいないこの道、こんな感じですね。このぐらいでスタートしたいと思います。はじめは聞きながらあれと思うところでブレイクをしてみます。誰もいないこの道。はい、じゃあやっていきましょう。カーソルを止めるのはまず気になったところで止めるだけで、すべてを止めるわけではありません。僕の場合は誰もいないこの道、昔歩いたこの道、この道をあなたは はい、これはしゃくりの部分です。中途半端な音程から始まっていますが、これは大丈夫です。覚えていますか？覚えていますか？このおが少し位置が違うと思います。上ですね。覚えていますか。このシンガーの場合ちょっとビブラートが大きいので、このような形でビブラートが分かれています。かでもここはビブラートですので、音が F メジャーで、まあ、終わるということで、この先頭がちょっと低いかもわかりません。かすかか今は静かなこの街、にぎやか、静かなこの街、静かなこの街、こんな静かなこの街。
かなこの街、にぎやかだったこの、だったこの街、ちまち、このまちをあなたは覚えていますか。ちょっとこれもフラットですね。覚えていますか。覚えていますね。覚えていますか。Remember 古き良きあの頃、優しく流れたあの時間、いつもいつもそば。上が切れるので、変えておきます。もう少し幅を狭く、こんな感じかな、はい、いつもそばに、もうもういつもそばに、いつもそばにいた。 Can I see you again? そこにはもうあなたはいない。ちょっとシャープです。あなたはいない。 I want to see you。 あなたが、はい、これはちょっとおかしいですね。あここ一つになっているので、ここ切ります。あなたが、が、が、あなたが、いた。このようになってる時とっても難しいんですよね。もうこれおかしいのはおかしいんですけれども、この玉はですね、これは耳で聞かないとしょうがないです。いたあの頃、いたあの子、いたあの頃、まだ子供だったあの頃を、あの頃を消して。これもしゃくりかな。てそうですね、てーってこう上がってますので、これはこのあまりこのいうしゃくりのところはこう動かさない方が自然にいきます。して忘れはしません。
女性のボーカルの場合、こう低いところを案外チェックする必要があります。かなり音程のいい人でも低いところが違う場合があります。忘れはしません、忘れはしません。このように、まあ、F で終わるのが分かっている場合はですね、この、まあ、歯ぎしり音とかメロダインでは特殊なこのしましま模様のものは、もう音歌としてはあまりないのでですね、まあ、無難にこの F メジャーに揃えておく方が僕は好きです。しません、教えて。これちょっとシャープです。教えて。このようにメロダインがブロブ、この塊ですね、ブロブだけが上で、そしてこのように中のこの周波数のラインが下な時はかなり慎重に聞く必要があります。教えて、ね、教えて。気持ちいいところで音程を動かしましょう。教えてくれたあの、こういう高いところも本当にいいか、今もうすぐ僕はちょっとおかしいと思ったからここで止めたわけですけれども、やはりちょっとこう上がりすぎになってますね。くれた、はい、綺麗になりました。くれたあの遊び、はい、これもおかしいですね。あの遊び、のちょっとシャープでした。で、B は、この B フラットでいいんですが、 B ブラートなのでこう動いてると思います。くれたあの遊び、はい、こういうビブラートに鳴ってる時にこれが気持ち悪い場合は一つにすることが可能です。この3つですね、この3つが分かれてしまってるわけですね。これはこの境目のところでダブルクリックをすると一つの音になりますので、このようにして見る方が分かりやすいんであれば、このようにブロブを一つにしておいてください。あの遊び、握ってくれた温かいさあ、温かいあの手を消して。はい、消して、ここがですね、まあ、半音下がりなんですけれども、ちょっと下がりすぎですね。あの手を消して、消して、忘れはしません、リメンバー、はい、リメンバー、リメンバー。
Remember。 このようにこのロングトーンがちょっとフラットしてると、ここの音程を少し迷う時があります。いわゆるこういうのをごまかされるっていうか、そういう、まあ音程の並びなんですね。これは、ここを直すことでこの辺もスッキリしてきます。Remember 古き良き歩き。Remember 古き良きあの頃、楽しく流れたあの時もう毎日ですね、僕なんかはもう1000本以上のボーカルトラックを見てるので、見た目でおかしいなと思うところっていうのも、もちろん分かって、こういうソフトはいいんですけれども、慣れてくるとさらっと聞いてもあれと思うところがだんだん出てくるようになります。それと先ほどからも、例えばこれを選択しておきますよね。前に僕のメロダインの解説でもあったんですが、これを選択しておいて、そして再生をするとですね、次の小節へ送っていかないという現象になります。これ気をつけないと自動スクロールがしません。あの時間、いつもいつも。そして、マウスをクリックすると自動でするんですけれども、こういう時は何も押してない時はですね、例えばここから再生しますと、いつもそばにいた、はい、このようにこのメロダインの右下のところに自動スクロールというボタンがあるんですけれども、自動スクロールを押してあってもどれかのブロブをこのように選択してると一旦止まりますので、その時はこの背景のところどこでもいいですので押してください。もう一回ここからスタートします。 Remember 古き良きあの頃、楽しく流れたあの時間。これもうちょっと下から行く方がいいと思います。あの時間、いつも、このいつも、こういう低い音程ですね、ここも気をつけないといけません。いつも、もいつもいつもそばにいたさ。いつもさ。いつもさ。いつもいつもそばにいた。いそばにいた。Can I see you again? ここにはもうあなたはいない。これですね、たくさんの音があるんですけれども、一つになってしまってますね、ブロブね。こういう時は案外分けた方が綺麗な
音になる場合が多いです。これここにはもう、はい、同じ音程なんですけれども、8分音符でですね、これ今ここからここまでが1小節ですけれども、ここ8分で、4つ音があるわけですね。それはこのようにブロブの半分から上を押すとこう切り刻めますので、で、まあ、適当な位置で切ってみてください。そしてということはなんかこういう並びになってるんですが、これは音程としてはここにはもう、はい、同じ音程なんでにはもで、これはしゃくりです。ここにはもうあなたはいない、 I want to see you。はい、これちょっともう見るからにシャープですね。I want to see, I want to see, I want。 あまり音程判断に自信がない場合はですね、この振り幅の中央ぐらいに持っていく方がいいです。ブロブを I want、 ここまで行くと上げすぎになります。I want to see, I want, I want to see you, I want to see you。 この後サビに行きます。まあこういうところはね、もう無駄に聞かないで、これをこうやって動かしてね、ここから聞く方がいいです。先ほどから BGM が鳴る時とアカペラで聞く時と違いがどうなってるんだろうと、メロダインをあまり使っていない人は思うかも分かりませんが、これはこの背景でダブルクリックをするとアカペラで聞けます。瞳閉じ、このようにですね。そして上のメジャー小節番号が振ってあるところでやれば一緒に音が聞こえます。瞳閉じれば、はい、これもずっと同じ音程なんですね。先ほど直したところと一緒ですが、これはブロブで合わしすぎるとダメです。やはり一番信用を受けるのはこの折れ線グラフのようなものです。ですから下からしゃくってもいいと思います。瞳閉じればあなたがいる、はい、このようにですね、まあ、あの1音以上あっても大丈夫です。しゃくりの場合はですね、がいる消えることのない、はい、これ上がりきってないです。ことのない思い出で、例えばこれちょっとフラットなんですね。もう見るからにフラットですけれども、思い出っていうこの歌の歌詞とかいうことも一緒にですね考えながら、ちょっとフラット気味の方が寂しい感じがよく伝わります。これをこのまま上げると、これあえてあのシャープすぎますが、ちょっと聞いてみてください。思い出、そうなるとちょっと明るくなるんですね。こういうところはちょっとこうフラット気味でもいいと思います。思い出、
心の中で心の中で涙した涙した。こういうところはきっちり当たるぐらいにやるとスカッとします。これもブロブを上げてしまうんじゃなくって、この折れ線が点をつくところをよく見て編集します。涙したもを、はい、いい感じですね。涙したもをあなたは、ここなんかはどうしようかなって感じですね。あなたは、はい、これはなへのしゃくりですので、ちょっとフラッな、こうフラットにしてなというようなイメージになって感情が込められます。ですからこういうところを何せ直してしまうのではなくって、まあ最初の頃はそこまで考えるのは難しいと思いますけれども、ここで、しゃくりを大きく取ると感情が輸入されます。あなたは、あなたは黙って微笑んでくれる。はい、ちょっとシャープしましたね。はい、これ微妙なところをちょっと見てもらいますね。もっと大きくします。これ尻上がりになってるんですね。こういう時はこの2番目のピッチドリフトツールという一番下ですね、これがありますので、これでもうちょっと、いわゆる平行を保つ方がいいと思います。そしてちょっとちりめんになってるのを、もう少しちりめんをなくしてもいいかなと思います。はい、ちょっとちりめん度合いを低減しました。これはピッチモジュレーションツールでやりますね。そしてもうちょっと小さくします。微笑んでくれる、Can I see you again? 今おかしかったですね。Can I see you again? これちょっとシャープしすぎなんですね。Can I see you again? とっても良くなりましたね。Can I see you again? I want to see you. これなんかは、かなりフラットかな。I want to s- んでも聞いてあげると、ちょっと上げたら上げすぎですね。こういうとこどこまでだったかわからないときは、こうやって右クリックしてオリジナルの復元というのをやれば、このように復元されます。 I want to see you. これ方がいいですね。必ず歌というのはガイドメロディーとは違うのでですね、 100% 合わせばいいというものではありません。そしてここなんかの影響もここにもあると思うんですね、これここがちょっとシャープしすぎですね。
はい、これもさ、I want to see you I want to see you Please let me see you againはい、こんな感じで音程を直しました。解説というか喋ってるところももう一度ですね、重要なポイントがいくつかありますのでですね、皆さんもピッチを修正するときにですね、まあ、直しすぎてはいけないところ、しゃくりをねもう直してしまったりしたらもう、味のある歌じゃなくなってしまいます。そこらも気をつけて、じゃあこれでですね、音量とかを合わしながら最後まで聞いてもらいたいと思います。これ今リバーブがほぼかかってなかったのでリバーブをちょっと入れてみますね。僕はアイドトープの、アイドトープというよりもこれ去年ぐらいに併合したですね会社のリバーブですけれども、R4 というねリバーブ、僕これが、まあ、まずまず気に入ってます。 FX トラックに挿します。まあラージホールにしてるんですけど、まあミディアムとかでもいいと思うんですが、リターンをちょっと落としておきます。こちらからセンドで送ります。感じ聞きます。まずソロでね、こういう時は聞く方が案外いいんですよね。まずソロでチェックして、今は静かなこの街、ちょっとこの R4 の今テールは案外ですね長めですから、まあここは一度ちょっとミディアムのホールに変えたいと思います。まあね、こんだけぐらいこう短くなって、今は静かなこの街にぎやかだったこの街、この街をあなたは、まあ、これぐらいでいいんじゃないでしょうかね。ちょっとオケと流してみます。今は静かなこの街にぎやか、今日の最後にサビから後だけ聞いていただきましょうかね。これでボーカルは完成じゃないんですよね。まだまだ楽曲に埋まってる場所とかその辺のところを少し直していくのが、まあ、次の回ということになります。あとはこれに、まあ、コンプをかけていったりですね、周波数のスペースを作ったりと、そういうところに次回は行こうと思います。今日は聞いてくれてありがとうございます。知ればあなたがいる、消えることのない思い出、心の中で涙したもの、あなたは黙って微笑んでくれる。Can I see you again?
はい、うちのですね、専属シンガーひまわりが、作曲そして、アレンジを、したものでですね、 DTM 最初の作品と言ってもいいようなそういう作品でしたので、それをちょっと利用してですね、ボーカルのトラックを今皆さんに解説しています。今日はピッチの編集の仕方ということをテーマに